お二人にも困ったものですね。やられるところだったぜ。俺はこう見えて世界を股にかける商人なんだぜ。魔法の指輪、呪いのカフス、いわくありげなヤバい品などなど、珍品盗品何でもござるだ。今までお嬢様の装備品周りは私がお世話してまいりましたが、これからはロイドさんにお任せするのがよろしいかと。うん、チョコレートもいい感じだったし、お願いしようかな。もちろんお任せあれだ。俺の見立てた商品を一度手にしたら、よそでの買い物なんかできなくなるぜ。さあ、俺様の何が欲しい？素直にねだってみな、お嬢ちゃん。さあ。じゃあな。ああ、アーナスさん、例の物ですが、修復の目処が立ちましたよ。例の？夜の君の封じ方が載っているという黒の書のことですよ。問題はそれが本物かどうかさ。黒の書の焦げから採取した繊維には強力な火力魔法の反応がありました。こんな危険な魔法を使えるのは人間ではありえません。だから純血の妖魔の仕業だっていうのか。飛躍するにも程があるね。なんとでもおっしゃい。私の手に入れた黒の書こそが、初代聖女がいかにして夜を封じたかを描いた失われた聖典ですよ。これは 100% 間違いない。夜の君の封じ方が描かれた聖典か。よし、そこまで言うならこのロイド様が一肌脱ごうじゃないか。先生、その黒焦げをどうにかするのに必要な品をいいな。闇夜の鱗粉、視界の花弁、それに精霊の雨露です。ジョーちゃん、俺の方でも商人仲間を当たってかき集めてみるわ。手分けして集めようぜ。ありがとう。でもどうして協力してくれるの？そりゃ高く売れそうだからに決まってる。それに偽物だとしてもだ、研究者の先生が信じたとなれば、それなりの値がつくんだよ。黒の書は金の亡者になんか渡しません。アーナスさん、あなたに差し上げます。ふふん、いい値で買うぜ。覚えておいてくれよ。おかわり。はい。黒の書の修復ね、期待しないでやってみるか。聖女になるお勉強で習ったのだけれど、聖典は妖魔が焼いたと聞いたわ。教授の持つ黒の書が本物だったら、きっと妖魔や夜の君にとって困ることが書いてあるのね。アーネス様、私新しいレシピを発明したの。でも材料が足りなくて。それってカップケーキのかな？ううん、飲み物よ。オリジナリティなの。アーナス様に飲んでもらいたくて。なるほど、飲み物か。また新たな世界の扉が開いてきたな。アーナスさんの勇気が試されてる。
胃薬いるか？ん？何か言った？うん、なんでもない。それで何が欲しいの？ハニードロップよ。夜に咲くお花から採取すると甘みが強いんですって。ハニードロップは花のある場所ならどこでも採取可能ですよ。わかった。そうでした。お嬢様宛ての荷物を預かっております。去るお方からです。なんで金庫なの？あ、失礼いたしました。こちらはリュリーティス様宛でしたね。後ほど部屋に運ばせましょう。私に？ありがとうございます。ええ、届いてたんだ。いかがですか？うん、懐かしい感じのするいい絵だね。失われた風景というタイトルです。不思議と郷愁を誘われる絵ですね。おかげでホテルにぴったりな素晴らしい品を飾ることができました。ありがとうございました。うん、でもどうして急に何か飾ろうって気になったの？きっとお嬢様とリュリーティス様がいらしたからでしょうね。止まってしまった時の中にも新しい彩りが欲しくなったのでしょう。では。止まった時か。お呼びでございますか？それ。開けっぱなしなんて不用心だな。メリュリーティス様へ。新聖女就任の記念の品として教皇庁よりこちらの金庫が届いております。大切な品を入れるのに役立てるようにとのことでございます。支配人より。金庫が記念品って相変わらずセンスないな。ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。Blue eyes, blue sapphire, blue.
ヨルドに血を奉納する。これでよしっと。なんだ？エージェントアーナス、その剣を、ヨーマの剣を。形が短剣の章ですね。ヨーマの剣は血を集め、主を助けるための姿に変じるのです。エージェントアーナス、そのヨーマの剣、元はあなたの血ですね。まあね。どうかしたのですか？いや、何でも。ヨーマの剣とヨーマの霊槍、こうして血を集める限り、これから先も紫の血に魅せられた血があなたに必要なものをかたどってゆくでしょう。うん。時間ですね。手伝ってくれてありがとう。それが私の役目ですから。起きるか。おはよう。おはようございます、アーナス様。あの、アーナス様、時々徹夜しているみたいだけど大丈夫？蛇妖狩りは夜しかできないからね。昼間にたっぷり寝てるから平気さ。それは良くないわ。ええ、よくありませんね。なんだよ、二人して。私もカフェでお手伝いしたり、街でランチやショッピングしたりして、聖書以外の時間を楽しんでるのよ。え、てっきり教皇庁お膝元の監獄ホテルで半分囚われの身みたいなもんかと思ってた。当ホテルは監獄ではございませんよ。リュリーティス様も昼間はご自由に外出されておられます。もしかして怒ってる？いいえ、怒ってなどおりません。とにかくアーナス様にも蛇妖狩り以外の時間が必要だわ。昼の世界も体験しなくちゃ。ぜひともそうしてくださいませ。少なくとも当ホテルが監獄などというおぞましい考えは払拭されることでしょう。やっぱ怒ってるじゃん。
浄化開始。
刈り取る。はぁ、浄化開始。ハニードロップか。まずは花探しだな。私が花探しってなんか変、柄じゃないよね。おいで、おいで、容赦はしない。フッ、セイサー、落ちろ。ハッ、セイサー、フッ、セイサー、飛ぶ。フッ、セイサー、落ちろ。かわいい花。こんなの咲いてるなんて気づかなかった。そうだった、このハニードロップでリュリーティスの新作ドリンクが炸裂するんだったな。頑張ろう。
つる！ハニードロップ、役に立った？ええ、とっても。ねえ、アンナス様、ハニードロップを使った新しい紅茶、飲んでいかない？ほら、カップケーキは眠くなっちゃうからって、なかなか食べてもらえないでしょ？でも、飲み物なら、
多分大丈夫よね。これは断れない流れ。どうする、ジョーちゃん。お嬢様、決断の時でございます。うん、わかった。飲むよ。飲む。やったじゃーん。リュリーティス特製オリジナルチョコレートティーです。さあどうぞ。ああ派手にやらかしちゃって。んなこと言ってやるなよバカ。大丈夫か二人とも。私は大丈夫。リュリーティスは？せっかく美味しくできたのに血が出てる。これくらい平気よ。ちょっと破片で切っただけ。ダメだよ、ちゃんと手当てしなきゃ。ほら手を貸し。お嬢様、このハンカチをお使いください。後片付けは私がいたしますから。うん、リュリーテスの血。アーナス様、あのね。何？これチョコレートティーに使った幻のチョコのかけらなの。お茶にするには足りないけれど、とても美味しいチョコだから、よかったら食べてみてね。うん。アーナス様、私のよそ行きの帽子を知らないかしら。クローゼットにあったはずなんだけど。いや、知らないな。教授、知らない？私は未確認生物的なものしか興味ありません。泥棒に聞いたらどうです？商人だっつってんだろ。なくし物、結構じゃないか。新しいものを買うチャンスだぜ。で、どんな帽子が欲しいんだ？ん？新しいのはいいんです。よそ行きの帽子なんて使う予定もないし、ただちょっと気になっただけだから。私の方でも注意して見てみましょう。私も探してみるよ。ありがとう。帽子はホテルの中にあると思うの。見かけたら教えてね。リュリーティスったら、こんなところに置きっぱなしにして。待て。
寝床になってる。見つけてくれたのね。あらら、待っててね、こいつ叩き起こすから。このままでいいわ、こんなに気持ちよさそうに眠ってるんですもの。そんなこと言ってたら、大事な帽子このまま巣に持ってかれちゃうよ。いいわ、帽子はこの子にあげる。リュリュってばお人よしだな。あら、人のこと言えないじゃない。そうかな。そうよ。お呼びで。浄化。Okay.
ほら、お客様が来たよ。待っていましたよ。ヨルドに血を奉納する？満ちてくる。エージェントアーナス、私に聞きたいことがある様子ですね。そりゃいろいろあるよ。世間的にはなんで夜の君が倒されたことになってるのかとか、他のエージェントは何をしてるのかとか。でもあんたたち教皇庁って秘密主義っていうか、聞くだけ無駄っていうか、まともに答えてくれたことないじゃないか。忘れたのですか？ここは夢の中、嘘がつけない空間ですよ。いいの？そんなこと言って質問攻めにしちゃうよ。どうぞ。
世間的には夜の君は初代聖女に倒されたことになってるよね。私もこの島に来るまで夜の君が生きてるなんて知らなかった。どうして事実を伏せているの？では夜の君が今も健在で世界を二度とは覚めぬ常しえの夜で覆い尽くそうとしていると発表しろと。世界が滅びると知れば人は絶望します。その絶望が世界の寿命を延ばすことはないでしょう。そうだよね、はあ、最後にどちらか一つ。はい、それじゃあ。聖女がどうやって選ばれるのか知りたい。聖女って結構昔の人だよね。その血筋がちゃんと残ってるかなんて実際は怪しいもんじゃないの？リュリーティスだって直系の家柄じゃないだろうし、聖女に選ばれるのって何が決め手なの？確かに聖女に選ばれるのにはある重要な要素がありますが。そりゃその要素が台無しになればリュリーティスは聖女失格になるから。しまった夢の中でのあなたは輪をかけてバカ失礼、輪をかけて正直者ですね。バカって言ったな今。バカって言ったな。言いました。お詫び代わりに言っておきますが、リュリーティスが聖女に選ばれたのは彼女が邪妖を引きつける体質だからです。リュリーティスは妖魔に好かれる魂の持ち主なのですよ。こればかりは誰にもどうしようもありません。そっか、いいアイデアだと思ったんだけどな。時間ですね。うん、いろいろ聞けてよかったよ。ありがとう、ヨルドの巫女。私に礼など必要ありません。私はただ魔剣の番人として役目を果たしているだけですから。まあ君にとってはそうなんだろうけどさ。それでは次のデスタンで。上格。
ね。起動して、見える、はっはっ、ふっ、使い方だ、ほっ、はっ、油断した、と
チアルフィエリア。浄化開始。あった。Ah!
落ちろ。
闇夜の鱗粉、視界の花弁、そして精霊の雨露。よろしい、すべて揃っています。ここからは私にお任せください。薬品を調合し、黒の書のすすをすべて取り除きます。他に手伝うことはある？調合は素人には無理ですよ。それに手が荒れてしまいますからね。明日にまたいらしてください。完全修復された黒の書をお渡しします。代金も払わなくていいの？これは私の命を救っていただいたその恩返しの品ですから、気にせずお納めくださいな。またなんか言ってきやがったの？親愛なるシスターアーナスへ。繰り返しになるが、どちらかが本物でどちらかが偽物だ。この意味はわかるの？お前のブラザーより。今回の手紙は外れだな。アルカード教授もロイドも教皇庁からの助っ人じゃない。あいつらは欲深くて頑丈なただの人間だ。欲深いってのは生命力だからね。ん？追伸。そろそろ血が欲しくなる頃だろう。チョコレートで紛らわすにも限界がある。意地を張らずに教皇庁を頼る。余計なお世話だってのは。まったく。開かない。リュリーティス、なんか入れたのかな？いいえ、あなたです。金に目がくらんで、あなたが盗んだに決まっています。俺が人様のものに手を出すとしたら、寂しくしている美人妻だけだ。どうしたの？こいつが黒の書を盗んだんです。こいつが人を泥棒呼ばわりするんだ。黒の書がなくなった？薬品で魔法の炎の効果を打ち消して、あとは一晩水でさらして乾かすだけだったのに。修復を失敗して引っ込みがつかなくなっただけじゃないのか？じゃなきゃ偽物だったかだ。1リブラにもならないほどのクズ商品だったか？違います。黒の書は本物の聖典です。 100% 間違いないです。どうして言い切れるの？チラッと見えたんですよ、焼け焦げが剥がれ落ちた後のページを。あれは絵の写しでした。そう、聖女が夜の君を封じた物語を描いた聖戦の壁画。先生さ、それマジで言ってるのかい？本物だったら超重要文化財だぜ。売れば国が買える代物だ。それで聖女はどうやって夜の君を封じてたの？それが肝心なところを見ていないんですよね。千人の聖騎士団による戦いとか、聖女が祭壇に上がるところなんかはチラッと見たんですけど、ほら、私って好きなものを一番後に食べるタイプじゃないですか。後のお楽しみにとっておこうと思って。
お前の好物の食べ方なんぞ知るか。アホだな。先に見ちゃえばよかったのに。くそ。くそ。リュリーティスを助ける方法が分かったかもしれないのに。アーナス様、残念でしたね。アーナス様ですが、警告はあったと思いますよ。黒手紙のことか。亡くなってしまったのは仕方ありません。そのようなものに頼らず、聖女を守るお務めを果たしてください。分かってるさ。